皆様、久々にお目にかかります。いつも本音で聖書塾をご視聴くださいましてありがとうございます。実は、別チャンネルを作りました。エゼキエル書20章の20節に、我が安息日を聖別せよ、これは私とあなた方との間の印となって、主なる私があなた方の神であることをあなた方に知らせるためである。私たちはこの御言葉に従い、毎週土曜日安息日礼拝をいたしております。新チャンネルではその様子を毎週土曜日の11時からライブ配信いたしておりますので、そのリンク先をこの概要欄の方に貼っておきますので、もしよろしければそちらの方からどうぞお越しください。もしくはカリーヨネット教会と検索していただいてもすぐにお探しいただけるかと思います。そちらの方でも皆様とお会いできるのを楽しみにしております。